皆さんこんにちは、教育百貨店の木野と申します。今回も4月だからこそ転職の話をね、先手先手でしておこうかなと思ってますんで、はい、転職の話をねしていきたいかなと思ってます。はい、元転職エージェントだからちょっと聞くんだけど、転職したい転職したいって言いながら、うん、なかなか行動に移せない人が結構多いと思うんだけど、うんうん、そういう人たちはどういう心理状態なんでしょうか。これ多分我々転職エージェントは言ってるんじゃなくて、普通に皆さんも言ってると思うんですけど、まあ、いわゆるその辞める詐欺ってやつですよね。辞める転職するって言うんだけど、実際にはなかなか転職しないで3年以上いる人たちって多分会社に何人かいるんじゃないかなと思うんですけど、一つあるのが自分に自信がない。あ、学校とか塾みたいな教育業界に限らず、世間一般から見ればめちゃめちゃすごい業界にいるのに自信がない人たちっていうのは一定数いて、辞めるって言うんだけど、なかなか実際には転職っていう行動に移せない人たちってのはいるかなと思う。自分に自信がない人はなんでじゃあ転職活動しないんですか、面接受けに行かないんですかっていうと、すげえ単純な話で落ちたっていう事実を認めたくない。不合格です、不採用ですって言われるのが嫌なんだよね。だから確かに今の職場にめちゃめちゃ不満は抱いてるんだけど、うん、ダメっていう風に、うん、受けた会社から言われたくないから、うん、受けられないっていうのはデータがあるわけじゃないんだけど、うん、ちょっと女性に多いかなっていうイメージはある、僕の経験からするとね。エージェントやってる時に一番多い理由としてあるのは、いいところがあったら転職したいですっていう人はねめちゃくちゃ多いんですよ。でそのいいところっていうのも基準が非常に曖昧なんだけど、まあ多いのは超大手の企業、もうほんとネームバリューも誰でも知ってるようなところが出たら受けたいって言うんだけど、そういう人の方が受けないんですよ。なんでかっていうと、超大手企業のすごくいい求人ってそんなね年中出てるわけじゃないんです、はい、急に欠員が出たから1人補充したい2人補充したいみたいな、数ヶ月しか乗ってない、そしたら数週間とか。僕が一回見たことあるのは2時間で掲載取りやめた企業もあるんで、超いそう、すごくいい企業の求人ってそんな長く乗ってるわけじゃないから、うん、いいところの求人が出たら受けたいですって言ってる人たちって結局受ける覚悟が足りないんで、出てもね受けないんですよほとんど。転職したくないという気持ちがとにかくあって、うん、そこにいろんな理由を塗り固めてるだけなんでっていうふうには正直思う。もし部下にそういう辞めたいっていう人がいる場合はどういうふうにマネジメントしたらいいんですか？ああ、それはね、そうだね、辞める詐欺をしてる人が自分のスタッフにいる場合どういう対処をしていくべきか、上司はっていう話なんですよね。一つあるのは、辞める詐欺の人でも本当に転職に踏み切ってしまう例っていうのはあるんですよ、はい、これは一番決定打になってるのは、いわゆる上司と喧嘩した、自分の意見が全く通らなくって否定されたみたいに、かなり強くその本人を刺激した場合本当に転職に踏み切ってしまうことってある。退職云々じゃないんだけど、まあ、本人の話をよく聞いてあげるとか、本人のこう仕事の進め方を認めてあげるみたいなことで、突発的な感情的な転職っていうのはこう避けられるんじゃないかなとは思う。まあ、あと一つ言うのは、上司が酔った勢いとか部下に本音を言うみたいな場面においても絶対に自分が転職したいとは言っちゃダメだ。あ、正直さ、仕事つらいよね、俺もさ転職したいと思ってんだよねって上司が言った時点でもう終わっちゃうんだよね、うん、その会社に未来がないって特に新卒は思う。確かに、うん、もうその瞬間に、あ、上司が転職活動を考えてるってことは自分も考えなきゃいけないんだって思っちゃうんで、うん、どんな状況においても上司は部下に絶対に自分も辞めたいんだよね、うん、と言うべきではないかな。いや、自分も辞めるし君もいずれ辞めた方がいいよと思ってるんだったら別に全然言ってもいいと思う、けど部下に辞められて困るんだったら絶対自分の転職活動の云々の話とかはしてはいけないかな、うん、転職エージェントにかかってくる転職したい要因として、上司があまりにも辛そうだからとか、この会社で出世することに何も希望を乱せないからっていう人って聞く、そういうの結構多いんで、そういうのって普段の上司の発言が引き金になってるんで、部下に辞められたくない場合は上司は会社の批判は部下の前ではしない方がいいかなと思う。いや、もう一緒になって叩いて一緒になって抜けようぜみたいな、そういう話だったら別にそれは好きにすればいいんですけどね。自分は言われたことあるんですか、上司から？はい、あるこの会社やばいよねみたいないや、あるよ、いや、この会社やっぱおかしいよねみたいなそれあるよ、いや、僕の言った会社はおかしくないですよ大変素晴らしい会社でしたけどまあまあ、その上司の方はそうやって個人的にはそう思ってたのかなと思います、はい、ではこの辺で、では参考になった方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。